疲れ様でした。本日のポイントは、52号車アンダーステアと10号車佐藤さんの、今シーズン最高位という、これがポイントとなりました。まあ、僕はあの車がドライではすごく調子がいいんですけど、雨ではちょっと昨日からアンダーステアに悩まされていて、坂本くんにいろいろ車を変えていただいたんですが、ちょっとまだまだ大きな改善にはならず、予選4位から決勝も4位と、なんかこう何事も起きず、ただ4位を淡々と走るレースになってしまいました。残りの4レース全部勝つつもりで頑張ります。はい、そしてあの今日の予選からですね、予選終わってあのちょっと失敗したというか引っかかっちゃって、メカさんの方から、まあロガー上で見れば 2,3 番手のタイムまで行きましたねっていうところで、決勝はじゃあ表彰台って行きまいて行ったんですが、最初の週の最終コーナーであの前の車がスピンして、そこにちょっと軽く当たっちゃって10位まで落ちてクラスですけどね、そこからあのなんとか5位まであの追い上げたということで、まあ走ってる方としても楽しいレースだったし、あの皆さんから降りた時に、まあ降りてまた後に、たくさん喜んでいただけたのでよかったかと思います。また次戦頑張ります。あの僕の知り合いからも佐藤さんの車速くないっていうラインが来ました。佐藤さんじゃなくて、あ、車じゃなくて佐藤さんが速いんだと思います。はい、はい、じゃあ茂勝先輩よろしくお願いします。お願いします。